Hong Kong! Round one, fight! Okay.
Okay.
Round 3!
Round 1, fight!
Fire!
Oh,
あ、はい、四季の細道のエントリーですが、参加希望でまだ書いてない方いらっしゃったらカウンターの方までお願いいたします。
Wow.
Thank you.
あ、入ってます？
あ、はい、はい、聞こえてます？余裕で、余裕で、はい、じゃあやっていきましょう。あ、年明け一発目、明けましておめでとうございます。さあ今日も楽しくスト2度、開幕はイサジーさん対パーチ、パーチさん。おお、バーチ、パーチ、バーチ、バ、バーチ、パ、バーチ、バ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 ーチさん、バ、行ってみましょう。さあ行ってみましょう、皆さん今日目です、ことやろですね。さあ開幕ホンダステージ、だ、どうも、ウネガエルです。はい、どうも、ヒデチュンニです。はい、さて、エスキャミーですね。エスキャミー、イサイジさんといったらエスキャミーです。はい、さあ、うまい、この画面足ずかずか歩いていく。土俵際で終わってしまいましたね。そうですね、あっという間に。さあ、開幕は如意棒からチューパングランドは入らず、適当に突っ込むだけで倍速化しそうなんですか。いや、そうですね。さあ、チューパングランド、ここはしっかり、あ、ちょっと高い気がしたが、うまい、投げて、打ち身がない、これは、あ、打ち身取っているが、死の香りがする。あ、これは、あー、キャノン。なるほど、あっという間に勢いがありましたね。破天荒さん、まあ、エスキャミーを大会で使う人は伊佐治さんぐらいしかいないんですかね。ああ、どうなんでしょう、いないんじゃないですか、多分まあ2キャラ持ちだからエスキャミー使ってるっていう感じだと思いますよ。なるほど。さあ、開幕 CV ですね。マイチューパンですよ、今の。マイチューパン、でもなんか出際が引っかかってる感じがしました。波動の、まあ最初ちょっと前歩き知ってからのっていう感じだったので。さあ、破天荒返りがうまくいなすが、裏にいる、やばい。しかも最初の前段チューパンは入ってませんね、今後。だから暴れられるというところでしょうか。なるほど。さあ、大勝利バッチリ、波動拳で押したいところですが、伊佐治さんがガンガン前に出るんで、なんか押しづらい感じになっちゃってますね。うわ、さあさあさあ、あ、これはいい波動ですね。さあ、いいですね、しっかり追い払う。しかし、お、なんか攻めづらい。そうですね。さあ、このファイヤーが続いた。さあ、いい位置で打ってますね。さあ、ガスガス歩いて打ち身がない。中足で入って、ファイナルぶち込んで、さあ、これは、さあ、これは打って真空が、あと今若干飛べたような気もしますが、ガードしてしまいましたね。さすがにちょっとフレーム的に間に合わなそうな感じではありましたね。気がついたら画面足、そうですね。さあ、これは昇竜が出せないが、ファイヤー波動でちょっと飛び返して投げる。さあ、こっから竜で球を出していきたいところだが、そうですね、いい前にファイヤーさんがいますね。やばい、あー、めくってる、だー、強い。これなんでしょう、エスキャミーめくりチューパン行くじゃないですか、画面端、あれ画面、あれ画面端潜り込んでるんですよね、謎のだろだと思います。バイハクキャミー、はい、はい、はい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 、さあ、オレノンメガ、オレノンさんで合ってる、オレノンですか、オレノン。ブレノンさん、すごくめっちゃうまい。あ、そうなんだ。今回は、ベガ、ベガ、はい、2キャラ目が、すごく渋いキャラを使う。あ、そうなんですよ、ザキ戦とかいう S ホークにはめられて死にましたね。分かって、分かって、そう、分かってだけで対戦やってたら、そう、やばいっす、分かって。まあ、なんて言ってる間に、エスキャミーかなり、あ、笑って、うまい、
全に割られてペース持ってかれましたね。最高。さあ画面端々で様子を見つつ、どっちが先に仕掛けるか。さあお互い同時に来た感じですが、潰れるんだ。ふわふわしている。フワタイム。しかし最後パス当たりからの任せまして、うまい、リサティがいった、うますぎる、やばい。あ、リサティさんベガーもすごいうまいので、やっぱ知り尽くしてる感じはかなりありますね。はい、不快の対戦会の時に連敗しました、はいはい、はい、かなりヤバいです。金子龍、あ、金子さん龍、これは勝ちたいですね、はい、大昇龍からの投げられて、はい、そうですね、しかしあっという間に一本取られてしまう。通常技の使い方が本当にやらしいですね。特にこの中足、本当に潰れる。これはうまいよ。大勝利でお返し。どうする？あ、これは、これは流石ではあるが、信じて、あるまーい、勝負。あー、これは、お、龍が残っている。なんか生きてる。ラウンド有利、なるほど。昇竜拳は絶対大昇竜ですね。いいですね。なるほど。これは、イサキキャビーが勢い止まらず、昇竜でカルも地上戦で制された感じですかね。次はデンさん。まあ、今回なんですかね、1キャラ目ベガかな。まあ、どっちでしょう。まあ、ベガっぽいな。やっぱり、そう思ったらベガですね。リサジさん、すごい勝つな、アスキャミー。まあ、しかし、デンさんはベガもかなり迷宮なので、まあ、かなり進行されたんじゃないかな。なるほど。じゃあ、ここら辺でそろそろ止めておきたいところですよね。キャミで S を使ってる人をあんまり見ないので、そういえば受け身がないんだ、今思いました。さあ、ダメージ的にはまあベガは有利になってますが、サイコクラッシャーからの、おっと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 、時間、はい、しょうがないな。そうですね、やっぱこのゲームゼロになった時に体力多い方が勝ちですか、はい、あー、これこの技、この技裏うまい。そうですね、なんか死んでいる。さあ、なるほど。しかしこのエスキャミーでもこの、うわー、まあ逃げれましたね。逃げれたか、あー、ほぼ入って、
バックジャンプに刺されましたね、思ったより逃がさない。さあ、あげましておめでとうございます。これしてもよろしくお願いします。どうもどうも。伊沢さん何連勝中ですか。あれスキャミ強いっすね。すごい。なだなだだいぶ変わるんじゃないですか。やばい、エスキャミー気をつけた方がいいですね。でもこのエスキャミーの総合ダイアグラム的にはもうほぼ全てのキャラにもう銃を取ってますよ。最強ですよね。なかなかクセモノのキャラ。はい、あ、これはエスキャミー有利。あ、これ S ですからね。 S ですから。あるかもしれないですね、この紫色の帽子。あるかもしれない。まあまあまあ、ラウンド有利ある。さっきも言ったように。はいはい、じゃあちょっとダメージを。あ、マジっすか。ってことは結構その伊沢さんにとっては美味しい感じですね、そうなると。はい、さあ相打ち取るけど結構痛い。しかしチュンリーから遠いですね。はい、しっかり対空止め。あ、僕でーす。ラウンド1ファイト。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。よろしくお願いします。お世話になってます。さて、これは結構印象的なんですよね。優勝したっていうのもちょっと大きいかなっていう。はい、実に、まぁちょっと強かったですね。あ、これでも今日あれですね、ホンダいるんですかね。あ、ホンダじゃあステージですかね、一緒。ちょっとキャミーきついかな。そうですね、やっぱでもチョンリー強いですね。戦列出して、まだあるか。あー、このペイ君が、あー、2点あんま減んなかったですけど、やっぱりきついっすね。で、チュンリー2連勝。佐々木さんの竜、はい、いやー、なんか惜しかったよ。打つか打たないかの瀬戸際で弦打たれると結構痛いよね。一回バカにならないと勝てない。いや、バカ。どんな感じ。ラウンド1ファイト。動画を見て来てくださったそうです。さっきちょっと
度の試合やったんですけど、すごい上手かったので期待ですね。ただ相手はシュンリー、シュンリーがですね、そこからのシュンリーではなく最近大活躍の A チームです。結構堅実ですね。このカウントがちょっと足りないか、いやーとでもこれカウントがもう待ってシンプルで、綺麗な行動をすると引っかかります。あー今の台8台、あー100列やってるけどしっかり1000列もたまって、1000列じゃねえや、テンションもたまってる。そして続きましてグッチさん、そしてグッチさんの竜、バイソン、なんだっけ、ダルシム、ダルシム、グッチさんのダルシムは初めて見ますね。なんかブランカホークとかのイメージですね。あ、ニュートン、あ、なるほど。ではいけるのでしょうか。でもあれですよね、ダルシムに行けるキャラのシンチュンリーいますね。結構きついんじゃないですかね、メインのシンチュンリー。おっと、待って、ヨガウッド、おっと、殴って下段からのファイヤー、お、今のは美味しい。あと、頭突きファイイーフェルノ、これはどうだ、あ、せん、あ、カサドリ投げるか、ゲン、あーい、おー、今の当たるのか、あードリルを8個パンしたんですかね、今なんか今、なんですかね、今のちょっとやろうとしたのかもしれないです。結構変な技当たりつつなのかな、いや、いろいろあると思うんですけど、あとは前回ありますよね、頭突き、天使を出してゲランファイヤー、ビオルファイヤーか、あ、ガードできる、あと、ちょっとですね、たぶん8個パン、だがチュンリーが0ドットまたかさ当たりして投げて減る減る減りすぎ、今のは今のはザンギエフですね、めっちゃ減りましたね、スパドいや、ピヨって、うわー、TBS っていうスコア、TBS の前列、バスあたりも返せるのもあるし、いやーこれ、いやでもまだ分かんないですね、意外と。いや、インフェルノぶち当たれば終わるんで、あーテンション出す、いや投げ減りすぎじゃんですね、これダルシムもピオリやすいんで、投げ返し狙ってゲなんとか食らうと嫌なんで、また結構投げ受けてくれないとこありますよね。おっと、これはイスラエル準備ですね、これはこれイスラエル準備ですね。あーでもいや、イスラエル準備かなりもうあれですね、人を嫌がらせるところがうまいんで、あーと下段からの戦力、そうですね、なかなか見ないカードですが、やはり相手はメイン、まあ、イスラエルさんの一緒にメインなんですが、あーですね、ブラマーってこのタイプ、お互
互い選別持ち上がればすげえ減るんで、あっと、しかみないパン、勝ち終盤からの投げ、これがいいスタイルムーブ、あーあー選別、勝ち終盤に選別ありましたね。カオシムさんですね。DJ か残儀か残儀ですね。いや、これあれなんですよ。ハゲさんが残儀戦めっちゃうまいんで、あ、座れて。うまいですよね。もう冷たい立ち回りうまいんで。まだね、ここから全然パーフェクトできるで返せる。地上タイプうまいんで、あーダイエット死なない、おっと人類様、あーやばいすぐ、あーやばい、あーおっとなるほど、通りで強い、あコメントちっちゃくて見えないですけど、長田正月さんが明けおめっすということで、あパレさんですね、明けましておめでとうございます。そうですね、アレさん、西で猛威を振るってるんでしょうか。あーっと、戦列タイプこうなってしまうと、もうカウント的に取れる技はないですかね。そうですね、まあ、こう、冷たい立ち回り、時間いっぱい使った立ち回りがうまいので、ゲン、入ってしまう。まあダブルアリが当たりそうな感じでしたね。いい感じのダブルアリだったんです。そして続きまして青斎さんのザンギ。これは。これは。いや、これはどうなんだ、あ、立ち中継、いや、こっからの粘りが、あ、テンションがあんまり効かなかったか、あーあー立ち台系、ダブラリー出た場合は、あーと、あーとス2回ですごい減る、大K、大K でこれ減る、シンプル結構半分いっちゃいましたね。ただからも冷たく冷たく、いや重足と立ち台 K だけで結構減りました。あと大パンからの立ち中継結構減った、ダブラリを投げて、いやあっという間に体力が負けてしまう。そして大パンで死ぬ、死にました。しかしやっぱあの投げてるのにもうザンギエフですよ、ザンギエフですよ、ザンギエフですよ、クレイジーも出せるし、バイソンですよ、ナチュアシキャミンですし、キメラです、この女キメラです、
あこれですよね。ソニックチュアシと一緒ですね。これはキメラムーブですね。そうですね。続きましてトッキーさんのバイソンかな、バイソンか DJ、 ガイルもありますけどね。あ、リュウ珍しいですね、トッキーさんのリュウ。おっと勝利出る。今から飛びを見ていた。そうですね、勝利で割ったが中止なかった。あ、なんか出てガードしてダブラリー噛みついて、あとバックジャンプ、ダメージは十分取りました。そして画面端だが、あの速い中足と相打ち OK。 これはあ膝で飛んだがテンションが溜まってるよ。だがこれこの体力、これ危ない。今の戦列の削りでもうさっき負けちゃいました。あ、だからダブルラリーが引っかかって中足が速すぎる。一緒の体力ですよこれ。あー今の一発でダブルラリー、ダブルラリー、あー飛んだが天使を溜まってる。行ってきます。続いて白春選手ですね。噛みましたよ、噛みましたよ、白選手。あ、あげましたよ、おめでとうございます。あ、あげおめです、どうも。どうも。いや
はい、そうですね。そうね、エルサレムジュンリーが連勝してるようですからね。あれ違いますね。あれ違いました、違いました。なるほど。さて、次に行っておりますのが、ハクキャンプ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 、最近ハクキャンプ、ちょっとね、マジっすか、はい、あ、強くなくて倒してきた。なるほど、なるほど。まあね、後ろから温かい目でキャミーのイサルさんも見てますからね。はい、だいぶ温かい目で見てます。しかし、相手はヒルジュンリー。そうですね、名勝中の名勝ですからね。名勝中の名勝ですが、と、天章が入っていた。リバサじゃなかった、リバサじゃない、天章。はい、スパイナーキャミー。はいはいはい、そうですね、ちょっと重ねが難しいところ。そうっすね、そうっすね、ふわふわしてます。さあ、開幕大事。さあ、どうして部屋の下で切っていく。さあ、うまい。キャノンはさすがに見逃さなかった。しかし、足がやけに刺さって、
得した時は、はい、なんか最新と思ってますSakura!
んで。Round 2, fight! Sakura! Sakura!
で さんの次、あ、カシトモサさんで勝ちました。失礼しました。サジさん何でしょうですか。サジさん3ジャパンラウンド1ファイト。Round 3, fight!
投げ前離して投げたんですよ。ラウンド1、はい、まあ足も速いんですよ。Round 2, fight!
勝利で続けゼロテルザンギ。あれザンギなの？ザンギ対決。ザンギ対決だ。ザンギ対決。ラウンド1、ファイト。サイクロン勝利。続いてはゼロテルキャミ。一撃入ったのはキャミ。はい。レアレアレア。さあもう一度。Round
Round 2, fight!
残念な組み合わせ。ラウンド1ファイト。さあ、ワンピー側がイサジエスキャミ。Okay.
イ。Green!
Thank you.
Japan!